ハット P-9 は12等級の構成であり、魚車座の方向に約1500光年離れた位置にある。ハット P-9 の周囲を公転する太陽、系外惑星ハット P-9B が2008年にトランジット法を用いて発見された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する、機械を提供する。 IAU100NM e エ e セ o ー l ズ s プロジェクトにおいてハット p 9系はイスラエル国に割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでイスラエル国内での先行、国際天文学連合への提案を経て太陽系外惑星とその主成に固有名が承認されるものであった。 2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、ハット P-9 は、テベル、ハット P-9B は、アレフと命名された。これらは、ヘブライ語で宇宙とその始まりを象徴する言葉に由来している。テベルは、ヘブライ文字の最後の文字タフで始まる言葉で、宇宙、または万物を意味する。アレフは、ヘブライ文字の最初の文字であり、 おうしを意味する言葉でもある。ありがとうございます。